ねえカスパル、もしあなたがベルグリーズの家を継げることになったら嬉しいかしら。ここはどういう話だったっけ。また前回の話忘れたな。そりゃ嬉しいだろ。あ、でもそれって兄貴に不幸が起こるってことだよな。カスパル君は次男だからお家を継げないのよね。別に俺は兄貴のこと嫌いじゃねえし、あんま嬉しくねえかもな。気を悪くさせるかもしれないけれど、私はあなたの兄がろくな人には思えないわ。そうなのか。努力もせず強欲で自分が家を継ぐのだと信じて疑わない男、そんな印象よ。エガちゃんはこう長男とか紋章とかそういうことじゃなくて実力主義のね社会にしたいよね。ほんと正直なやつだな。まあ兄貴は確かにそういうとこあるぜ。だけど事情があんだよ。俺たちのじいさんが若い5歳に入れ込んじまって、そいつの連れ子ランドルフってやつに家を継がせるとか騒いだことがあってな。ランドルフ、なんかどっかで名前見たことある気がするな。結局じいさんを無理やり隠居させて親父がどうにか後を継いだんだが、それ以来兄貴は自分の将来を奪われるのを極端に恐れちまったんだ。そうして世襲だったり自分の欲だったりを優先して後継者を決めてしまうから貴族は腐敗していくのよ。そのせいで帝国も衰退していく。そっか、昔よりちょっと力が弱まったみたいなこと言ってたもんな。おい、急に話がでかくなったな。まあでもそう簡単に変わらねえだろ。それはどうかしら。私は優秀な者が出世し人の上に立つ世の中を実現する。いや、結果そういう社会の方が発展するような気がするよね。その時には貴族も今のままでいられるはずがない。いえ、いさせないわ、決して。エガちゃんは有言実行の女だからね。そんな世の中が来たら俺はどうなるんだ。エーデルガルトが俺を評価して元帥とか軍務卿とかにでも任命してくれんのか。可能性はあるわね。その地位にあなたがふさわしいのであれば。だけれど、いや、カスパル君は優秀だからね。お人柄というか、あの人格もねすごい優れてるし、適任だと思うけど、カスパル君がそれを望むかどうかよね。そっか、だとしても俺のやることはあんま変わらなそうだな。はい、今と変わらずひたむきに努力をするってことね。日々鍛錬して強くなって、俺のこの腕で道を切り開く。いや、そういうまっすぐなところいいな。卒業したら、そうだな、やっぱあんたのために戦うしかねえか。私のため、どういう。皇帝になるからね。本陣でだろうと前線でだろうとこの腕全力で振るってやるぜ。うわいや、いいよ。どこ行く。いや、きっとこういうまっすぐさにエガちゃんもね、あの多少救われてる面もあると思うな。こんにちは。勇気を出してね、挨拶できるようになったのね。今日はいい天気ですね。いい天気ですね。なんかね、共通の話題が見つけられないとき天気の話は便利よね。確かにいい天気です。私もよく使う手だ。それで何か用でも。ごめんなさい。いいよ、謝らなくても。わけもなく謝られても、受け入れられませんがね。確かにそうかもですね。ヒューベルトさんを怖いって言った件です。あ、一応反省してたんだ。それが何か、言われ慣れていますし謝罪は不要です。ね、そりゃ言われ慣れてるよね。でもベルのこと避けてるじゃないですか。あ、怖がらせないように。会話も最低限ですし、怖い笑顔もないですもん。やっぱちょっと気にしてんのかな。その方が貴殿も怖がらなくて済むでしょうから。
何か問題でも。問題ありありです。確かにヒューベルトさんは怖いですけど、私なんかのために話したり笑ったりを我慢するなんて、そんなのダメです。私が怖いのを克服してみせます。なるほど、なるほど、はい。だから怖っえ、怖っ、この顔怖っ、めっちゃ見下してるじゃん。なんですか。わざとか、わざと怖い風に笑ってんのか。笑うのを我慢するなというので思い切り笑ったまでですよ。極端だな。やはり怖いでしょうな。克服などできそうもない。できますもん。でもまだ今はちょっとね、時間がかかるよね。心の準備ができてません。終わりかよ。これはいいところに。手作りの焼き菓子はいかがかね。え、そういう商売を始めた？エル君、あなたいつの間にか職人になったの？そういう反応になりますよね。ドロテア、職人というほどのものではないよ。当たり前でしょ。でもお菓子なんて作れたのね。確かに。いや、初めての挑戦だ。こうして食べられるものになるまで幾度となく失敗したさ。いや、フェル君はね、本当努力ができる子なのよね。それもこれも君の謎かけを解くため、君が私を嫌う理由を知るためなのだ。はいはいはい。なんでか聞いても構いません？いいとも。君は私をミツバチと言った。ミツバチは巣を持ち、海外しく働く、つまり安定した財産と家を持ち、努力する貴族なのだと私は考えた。多分違うと思うな。ならば何も持たないところから何かを始めれば、君も見直すのではないか。努力の方向性が違うというか、解釈が違うというか。いや、でも頑張ったのはいいことだよね。そう思ったのだ。何も持たざる君が歌姫となったようにね。何も持たざる君って言って大丈夫？何も持たないところから、どういう意味かしら。よくぞ聞いてくれた、ドロテア。また地雷踏み抜き王になるか。この焼き菓子、材料から何から全てを私はこの腕一本で揃えたのだ。材料って粉や砂糖とか。ああ、粉は畑仕事を手伝う報酬として、砂糖などは商人の荷を運んで得たよ。なんかさ、腕一本で揃えたって言ってたけど、それを買うお金って親のお金だよねとかちょっと思ったんだよね。そういうことじゃないのか。それは偉いぞ、フェル君。料理ももしかして一人で？もちろんだとも。厨房の雑用を請け負う代わりに夜に使わせてもらってな。フェル君すごいよ。本当に？さすがに信じられ。あら、あなた手怪我してるわ。菓子を焼くときに火傷してしまったのだ。何、この程度すぐ治る。え、ちょっと待って、ちょっと待って、エル君、エル君偉いよ。すごいすごい。ダメよ、火傷は後になりますから。ほら、医務室に来て。あ、待ちたまえ、まだ焼き菓子が。ああ。いや、ドロテアちゃんもここはびっくりするでしょう。ほら、これで大丈夫ですよ、フェル君。貴族様は体も大事にしないと。え、見直したんじゃない、ドロテアちゃん。ん？また貴族様と。いや、今回はいつものようなトゲがないな。もう分かっちゃった。ちょっとだけ見直しましたし。いや、私もすごい見直したよ。フェル君、いいな、偉い偉い。見直した？そうか、ようやく分かってくれたのだね。何しろ。待って、また余計なこと言うんじゃないの、大丈夫？あのね、
ちょっとだけだから。ミツバチの意味も間違ってます。あなたは今もミツバチに見えるわね。それじゃ。あれどういう意味なんだろう。ブンブンうるさいってこと。一体何だというのだ。私もわかんない。やっぱりブンブンうるさいってことかな。ウームって感じだね。こんにちは、ユウくん。実は一つお願いを聞いてほしいんだけど。あのここはあれよね、ユーリスくんがめっちゃ歌うまいじゃんみたいな話よね。どうした歌姫、そんな真剣な顔して。ん、足痛めたのか。もうだいぶ平気よ。でも忙しく動き回るのはダメって言われて。ドクターストップ。なるほど、それで俺にお願いってことか。雑用くらいなら引き受けてやってもいいが。優しい。雑用じゃないけれど、あなたに歌劇の手伝いをお願いしたいの。裏方ならみたいな。歌劇の手伝い。表舞台には立ちたくないでしょう。実は近々有志の人たちで歌劇を催す話があるのよ。私も主役の一人として参加する予定だったんだけど。いやー、その代役はやらないでしょう。この怪我でしょ。先生が大事を取って休むようにって。そりゃその方がいいが。いや無理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 、それは無理だよ。俺に代役でもやれってんじゃないだろうな。まさにそう言おうと思っていたの。話が早くて助かるわ。いや絶対ダメだって。もっと他にいるだろ。ほらマヌエラ先生とかさ。そんな簡単に代役が都合できたら、わざわざ歌嫌いのあなたに頼んだりしないわよ。だとしてもだ、俺は男でお前は女、同じようには歌えねえぞ。まあ見た目だけはね、麗しくできるけどね。お金を取るわけじゃないんだからそれでいいのよ。逆に盛り上がるかもしれないわ。今回の歌劇はね、大修道院で引き取った子や貧しい人たちのためのものなの。あー、ちょうどルミール村の件もあるしね。町の広場で小さなお祭りみたいにしてみんなに少しでも楽しんでもらおうって。そういう活動もしてるのか。彼らの境遇を理解できるあなたならきっと力になってくれると思ってるわ。勝手なこと言いやがる。あ、もういい、わかった。やればいいんだろう。やればやってくれんの。え、最善のチケット買うわ。いくら積めばいい。ありがとう。あなたって本当に優しい人ね。そうなのよ、ユーリス君はね本当に優しい人なんですよ。お気づきになりました？お前何を言えば俺を説き伏せられるか全部分かった上で喋ってんだろ。計画通りって？そのしたたかさも歌姫時代に培ったのかよ。さあね。でも確かに歌姫の先輩方は美しさとしたたかさを兼ね備えているわね。ほうほう。さあそうと決まれば練習よ。あなたを立派な歌姫に仕立て上げてみせるわ。楽しみ。最善でさ、あのうちは持つよ。ちゃんと胸の高さでね。今回は本当にありがとう。もうどうにでもなれってやつだ。どうしよう。どういううちわにしたらいいかな。指さしてとか、ピースしてとか。あ、ちょっとあんま詳しくないからわかんないけど、そういううちは持ちますね。ああ、私夢を見ているようですわ。メルセデスお姉様に再会できるなんて。メルセデスお姉様、メルセデスお姉様。いや、ここはさ、あのご飯一緒に食べたんだけど、マジで新しい扉開くかと思って、いやもう開いたわ。そうね、ここの支援会は最後に会った時は小さかったのに、すっかりこんなに大きくなっちゃって。
バブ、本当バブ。本当に心配しましたのよ。お姉様がバルテルス家を出たと聞いて。もうニヤニヤが止まらない。会いに行っても門前払いで、無理やりエミールに聞いても何も話さないし。エミールとも面識あるんだ。ごめんなさいね。あの頃は、バルテルス家の中でもいろいろあって。そういうコンスタンツェこそ元気にしていた。いろいろ大変だったでしょう。ヌーベル家は取り潰され、私は単身王国の魔導学院へ。いや、よかったね、再会できて。あら、王国の魔導学院？それってあのフェルディアのよね。実は私も士官学校に入学する直前まで魔導学院で勉強していたのよ。もしかして同じ時期に学校にいた？なんですって。私、学院を出たのは1177年なのですけれど。私はちょうどその年に入学したわ。ああ、惜しかったね。すれ違いになっちゃったのね。そんな、あと少し学院に残っていればお姉様に会えたというんですの？いや、悔しいね。これは悔しい。子供の頃はあなたを本当の妹みたいに思っていたけれど。やだ、いいな、いいな、ここ。今は私がコンスタンツェの後輩なのね。これからもよろしくお願いします、先輩。大丈夫コニタン、大丈夫。あまりの萌えに心臓はぜるんじゃない？私がお姉様の先輩？なんだか垂涎の響きですわね。いや、コニタンが楽しそうで何よりよ。そうだ、私の他にももう一人魔導学院にいた友達がいるんだけど。大丈夫、受け入れてくれる？よかったらその子も誘ってお茶でもしましょう。きっと気が合うと思うわ。ねえ、先生も誘って。そのお茶会に先生も誘ってよ。アネットのことですわね。私も彼女とは一度ゆっくりお話ししてみたかったんですの。ああ、そこ嫉妬とかしないんだ。ではお姉様、私は早速茶器の用意をしてまいりますわね。ねえ、私だけのお姉様みたいな、そういうのはないんだね。あらあら、そんなに慌てなくてもお茶は逃げていかないわよ。かわいい、ここかわいいぞ。いいえ、今急がずにいつ急ぐのです。お姉様とのお茶会なのです。なに、あら、どうしちゃったの？急に立ち止まって。あ、何かあったの？コンスタンツェ、日を浴びてしまった。お姉様、私めに貴重なお時間を割いていただくなど恐れ多いにも程がありますわ。この性格のことメルちゃん知らないんじゃない？あ、びっくりしてる。ささ、どうぞお姉様はご友人の方々と心ゆくまでお茶を楽しんでくださいませ。一緒にお茶しようよ。私はその横で給仕に徹しておりますから。ああ、もちろん私の存在がご不快ならば。ちょっと待ってちょうだい。どうしちゃったの、コンスタンツ？ああ、びっくりしてはるわ。私の事情など聞く価値もございませんわ。茶葉を取ってまいりますので、これで。あ、もしかしてこのなんか性格ができた過程について掘り下げてくれるのかな、この二人の支援会話は。ああ、さっきまでは昔のままだったのに、どうしちゃったのかしら。そりゃ初見は戸惑うよね。何か事情がありそうだけど、聞いてもいいのよね？いいよいいよ、先生も気になってるから。そこじゃあ
星が動いてるんじゃなくて、動いてるのはこの地面の方ってことか。天動説だっけ。昔は天動説がなんか通説だったんだよね。うん、少しずつ地面の場所が動いてるから星も動いてるように見えるんだってさ。ハピは里でそう聞いたけど、実際に動いてるのかは分かんないよ。にわかには信じがたい話だよな。なんでそんなことまで知ってんだお前。お前が貴族だったならそういう教育を受けてきたんだろうって思うけどよ。ハピが生まれた里には星に詳しい人がいっぱいいたからね。そういう一族なのかな。星に詳しいやつが大勢いる里ね。どんな里だそりゃ。隠れ里みたいな。それともあの地動説を唱えてたから隠れて暮らしてたのかな。人も寄りつかないような森の中に小さい集落があってさ、ハピはそこで生まれ育ったんだけど、どうしても外に出たくて、一生里で生きるとか無理じゃん。だから飛び出したっていうか。怖いもの知らずだね。一風変わったやつだとは思ってたが、これまた珍しい羊だな。ユリスクも負けてないけどね。ところが右も左もわからないハピさん、すぐに悪い連中に捕まっちゃったんだよね。まあ森の外には出るなって里の教えを破った罰を受ける羽目になったんじゃない。なんだそれ。外の世界を見ようとしただけで罰も何もあるかよ。バカバカしい。どんな罰を受けたかは知らねえが、それはただ巡り合わせが悪かっただけだ。ズバッと言うね。まだ見ぬ面白いもんに出会いてえってお前の気持ちは何も間違っちゃいねえと思うぜ。私も間違ってないと思う。俺だってあの吐き溜めの外に出なけりゃ星の味方なんて一生知らねえままだったよ。そうだね。ハピもそう思ったから里を出たし、ハピちゃんにとって里は世界が狭すぎたんだな。なら後悔するだけ無駄ってもんだ。大事なのは今どうするかだろ。まさにそう。帰りてえのか。そうだ、今ならさ、そういう悪いやつらに負けないんじゃない、ハピちゃん。だからちょっと帰って家族にね、顔を見せたりとか。帰りたくないって言ったら嘘になるかも。最近思うんだ、変わり映えしない里での毎日だったけど、きっと危険は少しもなかった。危険のない生活で平和に過ごして発展のない人生を送るか、冒険に出るかってことね。外では当たり前のように人が殺されて、誰もがそれを当たり前のように受け入れる。今だからわかるね。あの里にはあの里だけの幸せがいっぱいあったって。でもきっとそれも里にいたら気づけなかったんじゃない。仲間と一緒に魚を取って、花を摘んで、意味もなく森の中を走り回って。それは里を離れたから気づけた幸せだよね。なんだ珍しいな。何が。いや、お前もそんな風に笑えたんだなと。いつもだるそうにしてるじゃねえかお前。何言ってんの。ハピだって笑う時は笑うし。そっか、もうなんだかな、君と話してると調子狂う。昔の話なんて別に誰にも話さないかなって思ってたけど、ユーリス君はね、人の懐に入るのが上手なのよ。怖い子よね。父さんも母さんも元気かな。てか生きてるかな。いや、里にちょっと帰ってあげて。もし道中不安なら先生ついてくから。
来ましたわね、ハッピー。前回ここは異文化交流みたいなしたよね。あの歩き食いした方が美味しいとか、はしたないとか。いつものチカじゃん。なんか用なわけ？特にこれといった用は。用ないんかい。じゃあ寝るね。そろそろ日没だしさ。おやすみ。お待ちなさい。これといった用はありませんけれど。何が言いたいの？その用と呼べないような用ならなくはないんですのよ。どっち？韻踏んだ？おしゃれ？ラップ？違いますわ。とにかくあなたに用がありますの。結局あるんじゃん。なんかね、まどろっこしいというか。お茶？で、この飲み物？何これ？あなたにはその日頃からお世話になっておりますから。大事な用事じゃん。用事あるじゃん。世話？なんかしたっけ？焼き菓子や干し肉をくださったり、木の実をかじらせていただいたり。うんうん。この前スグリをふさで食べたのとか最高だったね。口の周り真っ赤でさ。いいな、この二人のこの仲いい感じ。その話は忘れてくださる？私の大事な扇が汚れて大変でしたのよ。なんかギャルと霊嬢って感じでいいわ。まあそういうこともあるって。で、結局これって何？泥水みたいじゃん。泥水。こちらは貴族の間でのみ流通する新しい飲み物、テフですわ。誰かの、プレゼントか。この茶葉にあったよね、テフって。ダグザから伝わる珍しい豆を煎って引いて煮出したものですのよ。ダグザなんだ。煎って引いて煮出し、煮車でも使ってゴリゴリ殺したの？違いますわ。今のは明らかに違う意味でしたわ。テフ茶で泥水みたいで、行ってとか言うってことはコーヒーのことなのかな。もう冷めてしまうではありませんか。早く飲んでくださいます。コーヒーというものがこの世界では珍しい。はいはい、いかがです？何これ、めっちゃうまい。めっちゃうまいって言い方いいな。美味しいんだ。予想外じゃん。うますぎなんだけど。そうでございましょう。鮮烈な端に打ち震えると良いですわ。あ、なくなっちゃった。おかわりある？貴重なものなんじゃない？でしょうね。あるわけがございませんでしょう。テフ豆は希少かつ高価なのですわ。私がホイホイと手に入れられるはずが。ああ、テフ豆だからコーヒー豆だ。ヌーベル家の再興さえなれば、私もいくらでもあなたにテフを。なんだ、そんなら無理することないのに。無理など少しもしておりませんわ。ただわずかばかり懐が涼しいというだけで。いや、それだけ感謝してるってことよね。ちょっと無理してまで何かお礼がしたかったのよね。じゃあその辺の茂みに入って木の実でも集めようよ、コニー。それご馳走してくれればハピは満足だよ。楽しいじゃん。楽しそう。先生も参加していい？一緒に木の実探そうよ。あなたがそれでいいなら仕方がありませんわね。私も付き合って差し上げますわ。可愛いな、ここの二人。楽しそう。